22隻建造予定だった、も、神型が、12隻で、計画を終了させた。そして、令和6年度の計画艦からは、も、神型に代わる新型 FFM の計10隻が建造予定である。個人的には、新型 FFM に加えて、UAV 母艦の建造を熱烈提案したいところだ。今回は、UAV 母艦の必要性と期待する能力について話していくね。まずは、UAV 母艦の必要性について一緒に考えてみましょう。自衛隊はグレーゾーン対策を強化すべきだと思いませんか？日本が巻き込まれる戦争は、間違いなくグレーゾーンから始まると考えている。これは、2023年6月28日に発表された防衛技術指針2023に記されているように、防衛省は、今まで国家正規軍同士の正面衝突を主に想定し、戦車、艦船、戦闘機といった装備体系を着実に整備してきたが、グレーゾーン対策はおろそかになっている。現状の分析として、中国との関係で尖閣諸島が関わり、ロシアとの関係では北海道が戦争の焦点となる。2023年6月1日の共同通信では、国家海洋局が1990年4月に提起された領海法では、尖閣諸島が含まれていなかった、中国が1992年2月に領海法を制定した際は、沖縄県、尖閣諸島、中国名、長魚島を自国領と明記するようにと、軍部が強硬的に実現させた。2023年1月30日に、沖縄県石垣市は、尖閣諸島周辺で2回目となる海洋調査を行った。その時の調査中に、中国海峡局の船が領海に侵入し、こちらは中国海峡船団である。火船は我が国の領海に侵入した。直ちに退去せよという警告が無線でなされた。その際に、中国海軍の艦艇から回収された中国海峡局の船が尖閣諸島の沖合を航行しているのが初めて確認された。その船に搭載された武器は76ミリ砲のようで、偶発的な衝突の危険性も高まっているし、中国は日本よりも圧倒的な数で脅かしてくるのだ。2012年時点では、日本が保有する巡視船は51隻で、中国の40隻に対して優位を保っていたが、同年の日本による尖閣の国有化以降、中国が大幅に装備を増強し、その2年後には82隻まで増やし、2023年2月時点で2倍超になっていた。2023年5月27日、中国海峡局の船は、国際司法の場で、尖閣の領有権を争うことを想定し、周辺海域における法執行の実績を示す証拠として、船舶自動識別装置 AIS データを発信しているらしい。現場で、中国船の退去を求める海上保安庁の巡視船は、運用を秘匿するために AIS を作動させていないので、国際司法の場では、日本は、何もしていないことになっている。2022年11月25日、ロシア連邦保安庁の内部告発者の発言によると、2021年8月に、ロシアは、日本を相手にした局地的な軍事紛争に向けて、真剣に準備をしていたと報じられた。また、ロシア下院議員の、ロシアは、北海道に、すべての権利を有しているという無鉄砲な発言に対して、林外務省は根拠がないという反応を示しただけであった。実際に、ロシアは日本海でのミサイル発射訓練の頻度を増やし、北極艦隊から
太平洋艦隊に最新原子力巡洋艦を配置替えまでやっている。中国にとって日本の領土問題となっている島々で発生する侵入事件も当該国にとっては国内問題に過ぎず、防衛省はまだ戦争レベルに発展していない状態での紛争に対して対応はできない。海上における人命、財産の保護や治安の維持は、警察機関である海上保安庁の任務でとなっている。しかし、日本の某島に民間人に扮した工作員が潜入し、軍隊の上陸を容易にするための工作をしていると仮定しよう。その工作員が海岸を爆破して、上陸周艇の立ち木を容易にする工事をした後、島の土地を大量に買い上げるため、島民に対して侵略に賛成するように働きかけるのだ。この段階では、出入国管理法や火薬類取締法の違反事例とするのか、それとも日本に対する武力侵略行為に該当するのかは判断できません。結局のところ、治安出動が発令されるまでは警察が対応するわけだが、その間にも工作員の数が増えてくるでしょう。仮に日本の警察力によって工作員が不利な状況になった時は、相手国の軍隊が介入してくる可能性も十分に考えられる。一旦工作員に侵入されてしまったら、おそらく海上保安庁の能力だけでは対処できません。しかも侵入後は陸上の問題となり、海上における人命もしくは財産の保護、または治安の維持には該当しないため、海虚無行動を発令できないのだ。これが、ロシアや中国などにとっては、単なる国内問題であり、戦争ではないことから、自衛隊の出る幕ではなく、警察力で対処することになるわけだ。要するに、グレーゾーン自体が起きる前後に警察機動隊の大部隊を自衛隊ヘリなどで速やかに輸送し陸上対処をさせなければならない。グレーゾーンとは無害通行なのかどうかは不明で、主体が国または国に準ずるものなのか、それともそうでない単なる個々のテロリスト等に過ぎない輩かどうかもわかりません。このような場合は海保や警察が対処することになり、海保や警察がお手上げ状態となる場合は、自衛隊で対処することもグレーゾーンに入る。つまり、グレーゾーンとは、警察や海保が処置するのか、防衛省の問題になるのかの中間に位置する曖昧な事案を指しているとも言えるだろう。ロシアによるウクライナ侵略の現場を見てみると、様々な民生製品や技術が活用されるとともに、急激に技術発展を遂げた UAV 等が、戦いの趨勢に大きな影響を及ぼしている。烈度の高い紛争を前提とした装備体系の能力向上のみを続けるだけでは、新しい戦い方に対応することはできず、そうなれば、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保ち続けることもできなくなるでしょうね。もはや、既存の装備体系にとらわれることなく、あらゆる状況に対処可能な技術的解決策を柔軟かつ迅速に作り出していかなければならないと、前期防衛技術指針でも掲げられていた。当然ながら、防衛出動前提の装備開発取得にプラスして、グレーゾーンに関して間接的に発生する治安出動レベルで対応できる護衛艦を取得しなければならない。防衛省の任務以外のことで使用するために、海上自衛隊が艦艇を保有した前例がある。それは、文部科学省の南極地域観測統合推進本部が行っている。南極観測の輸送支援を2代目しらせがやっているということだ。
この震災氷管の建造予算は、南極地域観測関係費として文部科学省に計上されたが、なぜか自衛艦として建造されていた。文部科学省にある北極研究戦略委員会の資料によると、2代目しらせの所有は海上自衛隊となっており、実際横須賀地方隊に所属している。グレーゾーンに対応する UAV 母艦は規模的に若干小型級になるヒューガ型が適しているでしょうね。そして搭載 UAV としては固定翼タイプではウクライナでも活躍中のバイラクタル TB3 クラス及びプロペラがついたマルチコプターを複数機搭載するのが理想的だ。有事で使われる UAV の任務用途としては偵察、物資輸送、必要な場合は攻撃を想定しているため、それなりの操縦手を自衛隊で育てる必要がある。さらに、緊急の人員輸送を考えると、ローター折りたたみ、機能を有した多用途ヘリコプター UH-2 にも搭載されるべきだと考える。甲板に設置するエレベーターは、前後2箇所にして、着艦した UAV は、前方エレベーターで、艦内に収容し、後部エレベーターから、飛行甲板に上げ、この艦の翼は畳んでおく。UH-2 は、下部甲板の後部エレベーター近辺に駐機させ、必要に応じて、エレベーターで、飛行甲板に上げなければならないため、艦載クレーンやヘリコプターの牽引車も必要となってくるだろう。早急に UAV 母艦を建造してグレーゾーン対応を加速しなければならないと思うが、運用するための海上自衛隊員を増やしたり、そこに関わる要員を訓練したりする必要が伴うことは否めません。